はい、セクシー花いちご関谷です。今日は高校の同級生の幸と中国にとプーケットに行ってきます。 GoTo ゲートっていうサイトで予約したんですけど、ちょっとちゃんと取れてるのか不安なんですけど、今からチェックインしてみたいと思います。はい、セクシー花いちご関谷です。マイクも結構ちゃんと。今回は144時間乗り換えビザを使って中国北京とタイのプーケットに行ってきたいと思います。いや、無事入国じゃない、無事チェックインできました。あとはね、北京に行くときにその144時間ビザっていうのがちゃんと伝わればね、入れるので行ってきます。今回チケットを予約した GoTo ゲートなんですが、スカイスキャナーという航空券検索アプリで格安航空券を検索していたところ、この GoTo ゲートにたどり着きました。この GoTo ゲートなんですが、直接航空会社で予約するよりかなり安い値段でした。成田、北京、プーケットの往復で 68,811円でした。これ実はチケットガードといって、何か病気とか怪我で行けなくなった時にキャンセル料を補償してくれるのが1万円入ってるので、単純にチケットのみの価格だと約5万8000円なのでかなり安いです。なので最初はこれ詐欺サイトなんじゃないかなとか、騙されてるんじゃないかなと思ってかなり不安でした。でもこうやって実際に券が発券されてちゃんと予約できてたのでほっと一安心です。そしてなんで今回北京とプーケットを選んだかと言いますと、2019年の夏に中国の上海に旅行に行ったんですが、もうそれがめちゃくちゃ楽しくて、中国の歴史の深さとか、あとダイナミックさとか、あと人の面白さ、そういうものに惹かれて中国語を勉強するようになりました。そして2020年の2月に中国のハルピンに行く予定だったんですが、まあ例のウイルスが流行ってしまって、まあちょうどその時期には行けず、コロナが明けたら絶対に中国に行こうって思ってたので、今回乗り継ぎだったら中国に行けるっていう情報を聞きまして、北京乗り継ぎの日程を思いつきました。さらにプーケットにはサチの友達がタイ人の方と結婚して住んでらっしゃるということで、まあ、その友達を訪れるっていうのもいいなと思って、もうこれは一石二鳥三鳥四鳥と思ってこの旅行で行くことにしました。無事乗れました。動画実はこの中国国際航空、噂ではちょっとボロいっていう風に聞いてたので正直結構不安だったんですが、そんなに悪くない感じのようにビデオモニターもあったりして、割と悪くなさそうな感じです。機内食が届きました。機内食やドリンクサービスもきちんと出てきました。ちなみに私は焼きうどん、サチはチキンライスを頼みました。どう、サチお味は中国感ない。あ、そうなんだ。いただきます。美味しい美味しい。そうこうしているうちに約4時間のフライトを終えて、飛行機は中国の北京首都国際空港に到着しました。今回、144時間乗り継ぎビザというので中国に入国します。というのも、コロナ前までは中国やノービザで行けてたんですが、今は観光ビザを取得しないと中国に入国できないということでした。で、この観光ビザもかなり降りるのが難しいそうで、で、いろいろ調べていたらこの乗り継ぎビザというのが出てきました。乗り継ぎビザでの中国の入国方法なんですが、
まず対象都市を経由する航空券を購入します。今回は北京経由のプーケット行きですね。次に出発48時間以内に抗原検査を実施します。この検査結果を特に提出する義務はないんですが、念のため陰性になったキットを写真に撮っておきました。次にポケットカスタムジャンシャンハイグワンという健康状態を申告するアプリをダウンロードして必要事項を記入し QR コードを発行します。そして中国の空港で外国人出入境カードを記入してパスポートにトランジットビザを貼ってもらって無事入国となります。そしていろんな情報を見ていると、この中国入国の手続きが結構大変ということで心して向かってます。噂によると抜き打ち PCR 検査というのもあるということなので、かなりビビってます。そして北京がめちゃくちゃ暑くてびっくりしました。なんでも40度近い日がこの後も続くということで、空港内も結構蒸し暑くてびっくりしてます。乗ってきた中国国際航空を見送ります。やっぱりちょっと外観が古そうかな。これでね、指紋を取るの。中国入国の際に外国人は指紋を取ります。そしてこの指紋採取が終わったら、いよいよ入国の手続きです。とりあえず着きました。着いたけどやばかったよね。その乗り換えだって言っても通じなくて、別のところとか連れてかれてもわたわたしちゃって、しかもなんか抜き打ちのさPCR みたいなのやられて取られた。なんかさ YouTube で簡単に行けますみたいな感じでさやってた人いたけど、全然そんなことないよ。疲れたね。あーもう誰もいないもん空港。いやちょっと、でもとりあえず無事に出られたのでよかったです。はい、ということで約1時間格闘した結果、無事入国することができました。入国に関して注意点をまとめましたので報告させていただきます。まずこれがすっごいもうびっくりだったんですが、乗り継ぎ時間が24時間以内だとこの乗り継ぎビザ発行してもらえないということでした。私たちは2日後のプーケット行きの飛行機があったんですが、一緒に申請をしていたモンゴル人の方は24時間以内の出発だったので、この乗り換えビザ発行できないっていうふうに一辺倒で言われてしまってました。私も北京市が発行しているこの乗り継ぎビザについて、そんな24時間以内って書いてないよっていうふうに課税して説明したんですが、まあそれでも納得してもらえなかったようで、そのモンゴル人の方は空港に留まるということになってました。そして噂にもあった抜き打ち PCR 検査は実際にありました。これはもう外国人全員が対象のようで、はいこっちこっちって感じで、ついたてのあるワクチン接種会場みたいな感じのところに連れて行かれて PCR 検査を受けました。ですが特に連絡先を記入したりとかそういうことはしなかったので、結果がどうだったのかということは分からずじまいです。最後に空港職員でも乗り継ぎビザのことをあまり知らない人もいるので、中国語で紙に説明を書いてそれを見せるのが一番早いなと思いました。私もメモ用紙に一応事前に書いていったので、それでなんとか通じることができました。おー無事に会ったよいしょもう全然誰もいない海外で20ギガがそのまま使えるということで契約したアハも電源を入れてみます。ちゃんとつながりました。電波もいいです。なんかあの中国のアプリが使えたのでタクシーに行きたいと思います。空港からはダージョンディエンピンという旅
食べログと Google マップと Go タクシーが一緒になったようなアプリがあって、それを使ってタクシーを呼びました。このアプリ本当に便利で、お店の予約や万里の長城の入場チケットを購入したり、地図で経路を検索したりとか、本当に何でもできるアプリです。ただ決済のためのクレジットカードとかが登録できなかったので、おそらく中国の口座とかないとなんかそれができないようです。そこはちょっと不便でした。めちゃくちゃ暑いです。暑いね。空港内は空調の効いてるところと効いてないところの差が激しくて、もう効いてないところは本当に蒸し風呂ぐらい暑かったです。北京って勝手に涼しいところだと思ってたので、これはかなり意外でした。日本では白タクといって個人が経営するタクシーは禁止されているのですが、中国をはじめ、タイとかベトナム、あとはエジプトなんかも割と白タクっていうのは広く普及しています。こうやってアプリで気軽に呼べて、料金も交渉せずに事前にいくらって分かってぼったくられる心配がなくて、とっても便利なんですが、白タクとの待ち合わせでだいぶ苦労するパターンが多いです。初めて来る場所での慣れない待ち合わせだったり、運転手さんも英語が通じなかったりして、今回も待ち合わせに苦戦してます。あまりにも落ち合えなかったので、勇気を振り絞って現地の人に聞いてみることにしました。拙い中国語でしたが、なんとか通じ、運転手の人と無事に会うことができました。やっとタクシー乗れた。ちょっと疲れるね。これぼられるかもしれないけど、普通にさ、流しのタクシー乗った方がいいかもね。今回はあまりに待ち合わせが大変だったので、正直ボラれてもいいからすぐ乗れるもうタクシーで行っちゃってもよかったかなと思いました。後で分かったんですが、地下鉄も時間を変わらなくて結構分かりやすくて、でなおかつ安かったので、北京首都空港から市内に出るのは地下鉄が一番おすすめです。タクシーの料金は 79.3 元、約1582円でした。そうこうしているうちにホテルに到着しました。今回泊まる北京新チャオホテルは1泊9644円、1人4822円でした。すごく安いわけではないんですが、それなりにリーズナブルなお値段で、結構いいホテルだったので宿選びは成功したかなって思いました。フロントにはペラペラではないんですが、少し日本語を話せる女性もいたので、何かあった時も安心だと思います。今回こちらのホテルはアゴダで予約しました。チェックインも済まして、いざホテルの部屋に入ります。はい、1回目は撮り忘れてしまったので、撮り直しでのお部屋紹介になります。水もあって、おお、いいんじゃない。水回りも綺麗。おお、すごくいい感じです。バスタブもあって水圧もいい感じです。二ほどきも終わったので、北京の街に繰り出します。北京初日の夕飯はやっぱり北京ダックが食べたいということで、リーチンカオヤディエン、リクンローストダックレストランに行くことにしました。リクンローストダックレストランまでは片道約25分の道のりです。夜道で、人もそんなに歩いてなかったんですが、たまにお店も開いていたり、マンションや住宅もあったりで、特に危険な感じはしませんでした。でもちょっと気を引き締めて歩いてるという感じです。そして夜道を歩いていると、ついに、ここ不行、对不起、两位两位打过电话没有？没有。有一定没有。没有打。可以。两位
リクンローストダックレストランにたどり着きました。実はこのお店外観がこんな感じで細い裏路地に立っていたので、最初はここじゃないんじゃないか、間違いなんじゃないかなと思って入ってみたらお目当てのレストランでした。おお、つけた。你的推荐是什么？推荐你们是推荐的话，这两个。啊，这两个。啊，这这个。OK。我要一个。OK。啤酒。啤酒。啤酒。哦，これだ。开起来了哈。开始。OK。谢谢。啊，可以支付宝，信用。可以。可以。然后扫描。払えた。すげえ。おお。拙い中国語ですが、なんとか通じることができました。4年間のオンライン中国語の成果がちょっとは出たんじゃないかなと思います。ジェットリーをはじめいろんな有名人も来ているそうです。そうこうしているうちに1品目の料理がやってきました。ありがとう。これはカモの首、首の肉らしいです。熱い熱い熱い。こういうおつまみありそう。ちょっと見た目は良くなかったんですが、パリパリしてて酒のつまみって感じで、すごく美味しかったです。あ、谢谢。そしていよいよメインの北京ダックがやってきます。わー、先生来た。北京ダック、どうですか、この照り感、まさに北京ダックって感じの輝きですよね。お肉は一人一皿で、ネギやきゅうりを皮でくるんでソースにつけて食べます。早速いただきます。ぜひ食してください。食します。うまい、おいしい、おいしそう、食べたい食べたい。サチも食します。うん、もちっとしてるよね。綺麗だし、皮がパリッとしてるけど肉はジューシーで、でかつあのソースがすごい甘辛いソースで、とってもコクがあって美味しかったです。皮ももちもちして食べ応えがあって、食べきれなかったので持ち帰りにしてもらうことにしました。初めての北京ダック本当に美味しかったです。料金は 332.69 元、約日本円で6639円。持ち帰り用の袋とケースで5元、約100円でした。途中の道がちょっと暗かったり、店の入り口が分かりにくかったりと、少し行くのに難易度は高めかもしれないんですが、本当に美味しくていいお店なので、ぜひ北京に行った際は行ってみてください。お腹もいっぱいになったので、ホテルまで歩いて帰ります。このレストランがあった場所もそうなんですが、北京にはちょいちょいこういう古い感じの街並みも残っていました。道路もすごく綺麗で、ゴミも全然落ちてないし、さすが首都だなって感じがしました。ちなみにさっきのお店でも使っていたアリペイなんですが、日本でいうペイペイのようなアプリで、レストランやコンビニ、屋台など本当にどこでも使えるアプリです。日本でダウンロードしてクレジットカードと紐付けると、中国国内だったら使うことができます。お店によっては現金はダメだけどアリペイなら OK というところもあるので、もう両替はせずアリペイだけでもいいんじゃないかっていうぐらい便利なアプリです。ぜひ使ってみてください。あ、また果物屋さん、見てみよう見てみよう。食後のデザートを食べたい気分だったので八百屋さんに入ってみることにしました。中国は結構果物の種類が豊富で値段も安かったです。スイカ安い、スイカ激安。
嘘。こちらのスイカは2元約40円ということです。めちゃくちゃ安くないですか。ドラゴンフルーツは296円、マンゴーはこれだけ入って256円、ということで選びに選んだ結果、マンゴーとライチを買いました。お値段は23元、約460円です。マンゴーを切るナイフとかは持ってなかったんですが、宿にあるスプーンとか、まあそういうのを使って食べようかなと思います。無事ホテルに帰ってきました。ロビーには除菌用のロボットが稼働していて、感染対策に気をつけてるんだなという感じがしました。早速お部屋でマンゴーとライチをいただきます。めちゃくちゃマンゴーじゃないめちゃくちゃライチ、美味しそう。うまい、うまい、うん、いただきます。うまい、うん。日本で食べるライチより身が大きくて甘くて美味しかったです。続いてマンゴーもいただきます。あ、そうする。意外と皮が柔らかくて手で剥けそうだったので、手で剥いて食べることにしました。いただきます。マンゴー美味しい。いただきます。はい、うまいね。なんか思ってたマンゴーの味とちょっと違う。日本で食べるマンゴーとちょっと種類が違う気がする。マンゴーは日本で食べるなんか甘々って感じよりは、甘いけどちょっとさっぱりしてる、そんな感じのマンゴーでした。今回は北京といえばの天安門と万里の長城に行ってみたいと思います。いや、これは暑いぞ。そうなんです、この日の気温は最高気温が40度とめちゃくちゃ暑い日だったんです。日本はまだそこまで暑い日はなかったんで、厳しい暑さに体がビビってます。すでに暑いです。今日最高気温が40度らしいので、だいぶ暑くなりそうです。よし。泊まっているベイジン新茶ホテルのすぐ近くに地下鉄2号線のチョンウェンメン駅があったので、ここから天安門広場の最寄りのチェンメン駅に行くことにしました。あ、そうそう、荷物検があるんで、荷物検というか荷物検査があって、中国の電車ではこういった荷物検査があるので、危険なものを持ち込むことはできません。まあ、ちょっと手間はかかるんですが、最近日本でもちょっと電車内での怖い事件が多いので、まあ、こういうのは導入してほしいなって中国に行って改めて思いました。荷物検査も無事に終わったので、地下鉄の切符を買います。2号線のチョンウェン駅からチェンメン駅までは1駅だったので、料金は3元、約日本円で60円でした。3元。あ、出てきた出てきたよし。大きい額のお札しかなくて使えなくて困っていると、駅員さんが両替をしてくれて優しく対応してくれました。あ、ピカ。おー、乗れた乗れた。いざ北京の地下鉄に乗り込みます。あ、チェンメンホーム。中国は日本と同じ、まあ、漢字文化なので、まあ、言葉が読めなくても文字を見れば大体が分かるので、そこは本当にいいところだと思います。あとはこういうふうにイラストが描かれていたりとか、地下鉄の名前が2号線3号線というふうに数字になっているので、外国人でも分かりやすいと思います。天安門広場の最寄り駅チェンメン駅に着きました。あ、やっぱそうだ。あ、穴にさ、カード差し込むとこあるから、そう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 。うん、 OKOK、 よし。カード型の切符はその都度回収されるようです。
ちなみにこのチェンメン駅から天安門までは約30分の道のりです。そして天安門なんですが、今は予約をしないと入れないということをオンライン中国語の先生に聞きました。なので中国版 LINE の WeChat から天安門広場の公式アカウントを検索して、日にちや時間、あとは名前やパスポート情報などの個人情報を入力すると無料で予約ができます。日本からも簡単に予約できたので、天安門広場に行く際は WeChat からの予約を忘れずに行ってください。無印ホテル、天安門広場の近くにはなんと無印のホテルや、昔の北京の街並みを再現したお土産屋さんや食べ物屋さんなどがたくさんありました。昔の感じ。ドライフルーツだ。お土産物を見つつ天安門広場に向かいます。天安門広場へは大きな道路を渡るので、こういった地下道を何回か通過しました。そしてこういった身分証のチェックも何回もあります。パスポート見せんのかな。おお、なんか来たね、近づいたね。だんだんと広い広場が増えてきました。ツアーの台風に、さらに旗を持った団体ツアーの人の姿もちらほら見えてきました。これはまあまだ綺麗そうじゃない？綺麗綺麗。公衆トイレも、さらにこういった仮設トイレも設置されていて、トイレの心配もなかったです。ほらほら、天安門、天安門、うわちょっと感動。そして遠くではありますが天安門が見えてきました。おお、でかいね、やっぱ暑い。やばいね。遠くに見える天安門に感動していたんですが、門に近づくにつれどんどん遮る建物もなくなっていき、暑さが厳しくなってきます。はいはい、今これ3回目、3回目のチェックを超えて4回目のチェック。1回目2回目はパスポート、3回目が予約表を、これが多分持ち券かな。すごい厳重です。無事に、荷物検査も終えて天安門の前に来れました。なんかうちらがその外国人って分かったら超いかつい、ね、お兄さんが出てきてビビったね。最終チェックポイントも超えて無事に天安門広場にやってきました。すごい、来た来た。広場の中はたくさんの人がいて、広いね。団体ツアーの方も多くて、まあ、中国のいろんな各地から人が来てるんだなっていう感じでした。外国人の姿は見かけなかったです。うわー、でかい。そしてめっちゃ広い。改めて天安門の広さに感動していると、なんか音楽とともに噴水のショーが始まりました。まさかこんなショータイムがあるとは思いませんでした。素敵なショーも見れたので、もう少し門に近づいてみることにしました。やー、暑い。シェルターみたいな。この40度近くの暑さは現地の方も厳しいようで、こうやって地下の道路に避難して涼んでいました。地下通路を越えると天安門のすぐ手前までやってくることができました。来ました、来ました。いけるね。やった。おー、いよいよ天安門をくぐります。わー、すごいすごい、近い。わー、おー、わー、これ写真撮りたい。チェンゾウ来られた。あ、止まるなみたいな。
あ、本当だ、絵だ。おあ、涼しい。天安門の近くに来て、あの大きな毛沢東の肖像画が写真ではなく絵だったこととか、こうやって人が休めるぐらいの大きな通路があることが分かって本当に感動しました。呼吸呼吸。そして天安門を抜けると呼吸が現れました。天安門抜けて呼吸博物館の前までやってきました。残念ながら呼吸博物館への外国人の自力での予約はできなかったので、行けるところまで近づいてみることにしました。こちらも天安門に負けず劣らず大きな門があります。わーすごい、なんかおーこの迫ってくるね。すべてが大きくてダイナミック、まさに中国っていう感じですよね。あ、ここまでか。この先は予約表がないと入れないということだったので、ここまでで断念することにしました。うーもん、今から万里の頂上に向けてバスに乗りたいと思います。呼吸を後にして万里の頂上へ向かいます。万里の頂上はいくつか登り口があって、今回は最も有名でメジャーなバーダーリーという登り口を目指すことにしました。天安門からバーダーリンまでは約2時間の道のりです。行き方なんですが、5号バスに乗って特正門駅みたいな、ちょっと読み方はわかんないんですけど、この漢字があるところで降りて、始発の特正門駅から終点のバーダーリンまで乗る道のりになります。いい感じ。バス停の近くに売店があったのでアイスを買うことにしました。あ、你好。あ、要冰冰的。あ、这这个看看看。あ、现钱可以。可以啊。可以。不收钱。と悠長にアイスなんか食べてたら、あっという間にバスが来てしまって慌てて乗り込みました。バタバタして取れなかったけど。アイスを買って、バーダーリーに行くバスに乗ってます。バスの車掌さんにバーダーリーに行きたいというふうに伝えると、ここで降りてねというふうに教えてくれて、無事に乗り換えることができました。特正門からバーダーリーまでは横の席がない、全部縦になってる長距離向きのバスになってます。12元で乗れました。なんかアリペイ使うと思うと安くなるらしいけど、ちゃんと支払いパスワードが分かんなくてできなかったんですけど、だって12元240円安い、安い、1時間パス乗るから、結構安い、むしろ安い。はい、そうなんです。バス料金がなんと最初のバスが2元約20円で、この長距離バスが12元で約240円です。めちゃくちゃ安いですよね。日本でツアー申し込んだら最低でも1万円、高いかったら2万円ぐらいするんで、市バスを使って自力で行けば爆安で行けます。大丈夫です、私のこの拙い中国語でもなんとかなってます。しばらくバスに乗ってると、北京市内のすごい都会な風景からだんだんと緑が多くなってきました。さらに進むとゴツゴツした山が見えてきます。そして山道に入っていくと突然のストップ、バーダーリンに到着しました。着いた。バスを降りて歩いていると、係の人が何やら説明をしてくれてるんですが、那你就看着点了，肯定是到不了好汉坡北坝楼。为什么？因为楼和楼的距离不是那么近的啊。第三种方式，待会儿前三。全く中国語が聞き取れませんでした。外国人も私たちしかいなかったので、
これはさすがにまずいかなと思ってたんですが、看板に書いてある漢字を見てなんとかチケット売り場にたどり着くことができました。いや漢字を使う国でよかったです。やっぱこう喋ってこうペラペラペラって言われてもわかんないけど、漢字で見るとやっぱ理解できるので、やっぱ中国旅行はそれが強みだなと思いました。ちなみにチケットの窓口には英語を話してくれるスタッフさんもいたのでめちゃくちゃ助かりました。ちなみに万里の長城のトイレ事情なんですが、お出ました、このタイプ全て和式タイプでした。ちなみにトイレットペーパーがないので持参をおすすめします。トイレを出ると登山口の間までに食べ物屋さんやお土産屋さんなどのたくさんのお店があります。これはなんと飴で人の文字を書いたものになります。すごくないですか、この王さんとか書いてあって、こういうの日本にあったらいいなって思っちゃいました。戦いました。テンションが上がって中国国旗を購入しました。美味しそうなスイカが売ってたので2人で食べることにしました。シーシースイカめっちゃうまい、めっちゃうまい、いただきます。はい、うん、これで5元、5元でした。めっちゃうまい、うんうんうん、食欲が止まらなくなって、さっき食べました、ね、ちょっと辛い、ちょっと辛い、ちょっとっていうかさ、うん、めっちゃ辛いね、辛い、結構後から来るね、なんかさ、うん、粉かけてて、うん、ちょっとにしてって言ったんだけどね、辛いあとスイカをね、うん、スイカを教えたよ、その日本語で、そうスイカを何と言いますかって多分万里の長城で、うん、日本人向けにスイカ食べないみたいに言われたら、ね、私たちが教えたってことですなるね。良さそうな花茶のお店がありました。茶、うん、ウェゴレン、イエス、ウェゴレン、うん、リルベジャパン、ジャパン、イエス、イングリッシュ OK? イングリッシュ、アリロ、あ、ハワイヨシ、こんにちは、こんにちは、うん、でーでローズ、あ、ローズね、いろいろ試飲させてもらって花茶を一袋買うことにしました。お買い物をしながら万里の長城の登山口に向かってます、ね、楽しいね、なんかこう買い物楽しくないね、やりとり、万里の長城へは歩いて行くルートと、あとケーブルカー、あと今回私たちが買ったスライダーカーという3つの方法で行くことができます。スライダーカーの入り口はこの動物園の奥にあるみたいです。じゃあチケット出して、はい、はい、ニハオ、 OK、 OK、 違う、うん、はい、持ち物検査も無事に終えて先に進みます。中国は地下鉄でもそうなんですけど、こういったあの観光地でも結構頻繁に荷物検査がされているので、かなり安全だなっていうふうに思います。そして荷物検査場から10分ほど坂道を歩くと、やっと入り口にたどり着くことができました。そして乗り場に行くとスライダーが登場しました。なんか思ってた感じと全然違くて、え、これでどうやってこう上まで行くんだろうなっていう感じがしたんですが、下にこれまさかのジェットコースターみたいな乗り物でした。これで本当に着けるのか、なんかめちゃくちゃ落ちるのかちょっと心配です。そしてトンネルを抜けると山の斜面に出ました。トンネルを抜けたらなんかジェットコースターみたいに落ちちゃうのかなと思ったけど、それはなくて、どん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 山を登ってます。でも結構傾斜すごいですよこれ。10分ほど登っていくとやっと頂上の駅に着きました。
そしてスライダーを降りて階段を上るとわあすごい万里の長城が現れました。ちょっと歩いてみることにしました。おおすごいいい感じ。ほら見てみて、ああすごいね。どうですか万里の長城、めちゃくちゃ広くて雄大ですよね。山の地形に沿って建てられているのですごくアップダウンがあって、かなり急な坂や階段が至る所にありました。そして山の上なので風もとても強くて日差しを遮るものがないので日光がすっごく暑いです。あまりに過酷な環境だったのでもうパンツとかもはや見えてもいいっていう気持ち、辛さが羞恥心に勝ちました。なんでこのふわふわスカートで来たんだよマジ。そうなんです、こんなに坂道や階段があるとは思わずふわふわのスカートを履いていってしまいました。万里の長城の観光の際はスニーカーにパンツをおすすめします。万里の長城を満喫したのでまたスライダーカーで下山することにしました。今降りてます。降りるときは結構早いです。おーあーガチのジェットコースターみたい。あ、着いた着いた。降りるときは一瞬でめちゃくちゃ早かったです。着いた。よいしょ怖かった本当にリアルな山を使ったジェットコースターって感じでなかなか珍しい体験だと思うので、万里の長城に行った際はぜひこのスライダーカー乗ってみるのをおすすめします。帰りのバスまで少し時間があったのでお土産屋さんを見て回ることにしました。これは絶対偽物ですね。各位游客大家好欢迎光临本店。各位游客大家好欢迎光临本店。怪しいミッキーの値段が気になったので店員さんに聞いてみることにしました。あ、请问这个多少钱？这个20。お値段は20元、約400円でした。値段も高いし、そもそもちょっと怪しいので他のお土産を買うことにしました。万里の長城のお土産屋さんは種類も豊富で値段も市内より安く感じたので、まあ、時間がある場合はここで中国お土産を買うのをおすすめします。これでバスに乗って帰ったらちょうどいい。帰りのバスに乗って北京に帰ります。4時ギリギリ間に合いました。間に合いました。約1時間かけて徳政門駅に戻ります。無事北京市内に帰ってきました。今歩いているのは万里の長城からの帰りのバス停ダーシャンメン駅なんですが、バス代が現金とアプリで大きく違うようです。私たちは現金で支払ってバス代は12元だったんですが、どうやらアプリ決済すると2元で乗れるようです。いや、これすごくないですか？だって2元って40円ですよ。確かにバスに乗る前におばちゃんがアプリは使わないのっていうふうに言ってたんで、いや、そういうことかって今になって思いました。まあでも、1時間ぐらい乗って片道240円もめちゃくちゃ安いんで、ここはへこみすぎずに次に行きたいと思います。バス停から約20分歩いて地下鉄の駅グーローターチェ駅に着きました。8号線のあこれだ、3元地下鉄8号線に乗ってゾングを明州館駅に行きます。こういうバスや地下鉄の乗り換えもバイドゥが本当に便利なんで、中国旅行に行く際はぜひバイドゥ絶対ダウンロードしてください。今から行くゾンゴ明州館駅の周辺はワンフーイ商店街というところで、中国の銀座とも言われているエリアということです。よし、2号線があれだもんね、
ホテルの近くのやつだもん。約10分ほどで目的地のワンフーイに着きました。おお、ここじゃない？おお、銀座。確かに建物の感じだったり、街の落ち着いた雰囲気が銀座っぽいなっていうふうに思いました。マーラータン、ヤンヤンフー。うん、行ってみよう。ちゃんとしたお昼を食べれてなかったので、ここで夕飯を食べることにしました。このビルは北京シンファー書店というところで、1階から上が本や文房具や絵などを売っていて、地下に行くとレストランやフードコートがありました。本当にお店がたくさんあってめちゃくちゃ迷ったんですが、中継シャオメンか、どうしようか。じゃあこのお店に入ることにしました。普通に座っていいのかな。うん、あ、うまい。こっち食べてみたら、サチの頼んだ担々麺は結構辛さが辛いようだったので、私のマーラーフェンと交換することにしました。ね、そうそうそう、麺が違うのよ。春雨みたいな、うんうん、ね、うん、なんだっけこれ。サチの担々麺もちょっともらうことにしました。うん、香辛料がガツンとくる感じ。うん、美味しい、美味しい。美味しい。辛さ抑えめで頼んだんですが、結構辛かったです。一緒に頼んだコーラがちょうどいい感じで中和してくれました。まあ、辛かったんですけど、すごく美味しかったです。マーラーフンとコーラで21元、日本円で約420円でした。いや、めっちゃ安い。いい感じのお店があったので行ってみることにしました。菓子屋さん？お土産用の北京のお菓子を売ってるお店で、店頭には中華街でも売ってるいちご飴、タンフールも売っています。お店の中は試飲や試食もあって、あの観光地のお菓子屋さんっていう感じがしました。ああ、ノノノノノノ。あ、あ、シシ。いろいろ見た結果、サチは店頭にあったタンフールを買うことにしました。サチが買ったタンフールはいちごだけじゃなくていろんなフルーツが入っているようでした。どうぞ。トマトっぽい。トマト？あ、マジか。意外。いちごかと思った。いい感じ？おいしい？いいね、中国感あるね。タンフールを食べながら北京の街を散策します。ワンフーイはティファニーやカルティエなど高級ブランドもあって、やっぱり銀座のようなちょっと高級な雰囲気が漂っています。北京市百貨だろう、オメガの時計塔が中国名物、おばさんダンサー。通りには中国名物のおばさんダンサーたちやテニスコートがあったりして、結構ゆったりした街だなっていう感じです。ネットの情報では夜市があるっていうことで探してたんですが、コロナの影響であの夜市はもうなくなってしまったみたいです。残念です。ということで明日も早いのでホテルに帰ることにしました。明日の朝はちょっと早起きをして、ローカルのお店に朝ごはんを食べに行きたいと思います。はい、セクシー。おはようございます。ちょっ
ょっとご飯を食べに行きたいと思います。こっち側確かに来てないね、うん、向かってるお店はホテルとは反対側の区域になるんですけど、こちらもすごい商業施設とかいっぱいあってすごい栄えてるなと思いました。あ、本当だ。あ、スタバ開いてるんじゃない。おお、買っちゃう、ね、スタバやマクドナルドなどの世界的なチェーン店もあるし、道幅もすごく広くて歩きやすいし、めちゃくちゃ暮らしやすい街なんじゃないかなって思いました。ホテルから15分ほど歩いてお目当てのお店が見えてきました。ここから入るのは、あれちゃんから、ニャオー、電話クイ、シシ。こちらのお店は広州小籠包のお店ということで、ローカル感バッチリのお店で朝ごはんをいただこうと思います。メニューにはサンラーフンなどの麺もあるそうなんですが、こちらは朝はやってないっていうことだったので、朝ごはんのメニューの小籠包と豆乳と卵のスープを頼みました。ダウンタン、おお早い。あ、違う、あ、タン、甜的，甜的，啊，哦，快呀，いいね。嗯，しかしこの豆乳をまずそのまま。豆乳なのかな。あれだわ。豆腐の上のところ、箸にさパック開けたらさ水入ってんじゃん。あれあれの味。そのまま飲んでみる。中国の豆乳はちょっと味が薄かったので、お砂糖を入れて食べることをおすすめします。スープジーダンなんちゃら、いただきます。うん、優しい味、うん、続いて小籠包をいただきます。うん、味付けはすごい、うん、豆腐の味だから、うん、美味しい。お腹もいっぱいになったのでお会計をします。このあとタイへ向かうので、余ってる元を使うために現金を使いました。ローカル感たっぷりのお店で味も美味しくて、北京の人の日常生活を体験できた気がします。なんか買いたいな。あ、いいじゃん。これにしようかな。お店を出てすぐのところに肉まん屋さんがあったので、まだちょっとお腹が空いていたので食べることにしました。早速注文してみます。買いました。2個買いましたね。そう、意外になんか、うん、もう1個ぐらい食べれそうかもと思って。結構ちっちゃめだもんね。ね、ちっちゃめ、うんうんうん、買っちゃった。お値段は2つで 4.5 元、約90円でした。肉まんいただきます。はい、うん、すごいスープが美味しそうね。すごい汁が、うんうん、味がしっかり濃いめで、肉汁がジューシーでとっても美味しい肉まんでした。肉まんを食べながらホテルへ向かっていると、中国人に天安門の場所を聞かれるっていう、ね、なぜなぜ私たちに聞いた、ね、なんで道を聞かれる、うん、聞かれたということは、うん、ちょっと地元の人に見えたのかしら。見えたのかな。あ、もしかしたらちょっと北京人って思われたんじゃない。なんと海外でその国の人に道を聞かれるという初めての体験をしました。なんだか自分が街に馴染めてるような気分になって、とっても嬉しかったです。いやー、でも見納めか、よかった朝散歩できて。ね、そうだね。うん、じゃ次のプーケットに向けて行ってきます。出発出発。
ホテルをチェックアウトして地下鉄で北京首都空港へ向かいます。よし、空港までは地下鉄5号線のチョンウェンメン駅からベイシンチャオ駅まで約10分。首都空港線に乗り換えます。ベイシンチャオ駅から首都空港線に乗り換えて北京首都空港へ向かいます。チケットも買えました。これできっと空港に行けるはずです。確かに空港感出てるわ。おー、ちょうど行っちゃった。ちょうど電車が行ってしまった後なのでベンチでゆっくり次の電車を待つことにしました。朝なんですが、この首都空港線はかなり空いていて、混雑とかは全くなかったです。まあ、ただこれがいつもこうなのかはわかんないです。コロナ明け直後だったからかもしれないです。そうこうしていると、すぐに次の電車がやってきました。首都空港線の車内はとっても綺麗で、なんか京成スカイライナーみたいな雰囲気もあります。まあ、でも特急料金はかからなくて、まあ、普通の料金で乗れるっていう大変便利なものになってます。ただ座席の指定券とかはなくて、まあ、全部自由席だったので、こうやって空いてる時はいいけど混んでる時は大変なのかなって思いました。なのでやっぱり始発のベイシンチャオ駅がおすすめです。途中で3駅ほど停車するんですけども、そしたらだんだん人が乗ってきて、私たちの座席の前も女の子2人が座るようになりました。約25分ほどで北京首都空港へ着きました。おお、なんか都会的。今回は144時間乗り換えビザでの入国だったので、北京を経由してどこかの国に行く必要があります。ということで次の目的地、タイのプーケットに行きたいと思います。なんでね。中国入国の時はかなり手こずったので、出国の時も大丈夫かなと思ったんですけども、全くトラブルなくスムーズに出国の手続きをすることができました。乗り換えビザや航空券の兼ね合いもあって、2泊3日とかなりタイトな旅にはなったんですけども、久々の中国、本当に本当に楽しかったです。今度は時間制限とかなく、ゆっくりまた来たいなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイセクシー。